は、たみです。今日は久しぶりに料理動画を撮りたいと思います。今日のメニューは肉じゃがとブリの照り焼きを作りたいと思います。和風好きな方はぜひ一緒に作ってみてください。では作っていきます。ではまずブリの照り焼きから作っていきます。久しぶりに作る。私ブリめちゃくちゃ好きなんですよね。おばあちゃんが作ってくれるブリの照り焼きが本当に美味しくて、まずはブリ2匹を塩で下準備をします。この間ニトリで買ったやつ、塩をまぶしていきます。両面で15分置きます。待ってる間に下処理用のお湯を沸かして、あとはタレを作っていきます。醤油が大さじ2杯、お酒も大さじ2杯、みりんも大さじ2杯、砂糖は大さじ1杯、あとは生生姜すりおろし、入れます。すぐに色が変わるので下が取り出す。もう美味しそう。冷水で薄いでからしっかりと水気を拭きます。したら片栗粉をまぶします。準備ができたら今度はフライパンで焼いていきます。熱したフライパンにごま油少々焼いていきます。このぐらい焼けたらひっくり返します。長さっき作った入れます。めっちゃいい。皿によそって完成です。美味しそう、はい、では次は肉じゃがを作っていきます。まずは玉ねぎから見ていきます。大量に肉じゃがを作るので、ちょっと材料多めに作ります。くし切りにしていきます。次は人参皮むいていきます。人参は乱切りにできます。ちょっと大きいな。人参は1本使いました。じゃがいも皮むいていきます。私野菜で一番じゃがいもが好きなんですよね。ポテトフライにして食べてます。料理は私が高校生の時から始めて、なんか小学生の時とか小さい頃はお米研ぎ、お母さんに教えてもらってやってたんですけど、そのお母さんすごい喜ぶから多分いいように使われて米研ぎをしてたんですけど、ちゃんと料理するようになったのは高校生か専門の時ですね。高3か専門1年とか、当時付き合ってた彼氏の家に行った時にいつも料理を作ってたんで、その時にお母さんに教わったりクックパッドで調べて料理を覚えました。
週1ぐらいで会いに行ってたので、意外とその一人暮らしで料理が心配っていう人とかいると思うんですけど、意外とすると思うんですよね、皆さん一人になったらとか、誰かのためになら作る人とか多い気がする。自分だけだと、まあ、コンビニでいいやとか適当なものでいいやって思っちゃうけど、誰かがすごい喜んでくれたりすると、友達が泊まり来たりとかするとすごい張り切って作りますよね。なんかよく夫婦でもあんまり夫が無言で食べる夫婦とか結構いるじゃないですか。それは確かに作った側からしたらちょっと嫌ですよね。大げさくらい美味しいって言ってくれて食べてくれる人の方が作りがいがある気がする。じゃがいもは皮と芽を取ったら一口大に切ります。今日はじゃがいも3つしか使ってないんですけど、もっと多くても良さそう。白滝を切ります。私はいつも面倒なのでアク抜き不要。食べやすい大きさに切って、油、牛肉を入れます。火が通ったら、白滝かけずに入れます。では分量がいつも適当です。煮詰まってきたら醤油を大さじ4ぐらい入れます。でぐちゃぐちゃしちゃうとじゃがいもが崩れちゃうので優しく混ぜます。そしたら白滝も入れます。これで20分くらい煮込みます。味にしてちょっと煮詰まったら出して完成です。皿に盛り付けてエンドウを型につけたら完成です。完成しました。プリンの照り焼きと肉じゃがです。美味しそう。ではいただきたいと思います。いただきます。無性に食べたくなりますよね。結構肉じゃがをつゆダクダクにするのが好きでお水入れちゃったんですけど、その分ちょっと調味料足すと美味しくなります。ではブリの照り焼きいただきます。めっちゃ美味しいです。ブリめっちゃプリプリでご飯が進む。美味しい。肉じゃがに使った万能だしがお味噌汁とか煮物とかをあと炊き込みご飯とかに入れるとすごい美味しいので、買ったことない方ぜひ買ってみてください。
久世福商店っていうの。最近はちょっと料理動画を撮ってなかったので久しぶりに撮ったらやっぱいいですね。美味しいもの食べてるとき本当に幸せですよね。なんか次はパエリアとか作りたいね。なんかリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価とコメントとチャンネル登録お待ちしております。また次の動画も見てください。バイバイ。